次はですね、まだ英文なんですけど、はい、何でしょう。おお。おお。え、何？何？え、最後のやつわからん。最後の最後の単語わからん。山田家。山田家。よかったー。え？あ、そういうこと。山田家。千秋がテンション。はい、これはオッケーっすよ。ふんちゃん来たね。これだ。でも全然意味わからんけど。え、ピラティス。なんかそういう美容系のないですっけ。ある。ピラティス。これピラティス。ちょっと俺同じ考えやわ。今のヨガのきついやつやん。なの。はい。山田家って何？あと10秒、あと10秒。音が分かる。待って。それで書いた。サトシ君それで書こうよ。なんで違うん。あれだろ。いや。そういうのじゃないの。いい。それやろ絶対。ゲラー。さあじゃあ拓也さん見してください。どう。多分。うん。なんか。ワンピース的ノリなんかなって。いや、自分もそっちです。自分もピラティス王に俺はなる。それやろ。やばい、同じ海賊王が多く。リロは。リロ、私はピラティスかい。かっこ師匠。なんでかっこ師匠なの。サトシ。なんかその山田家のヒントで一家の主に俺はなる。なんでそれがピラティスなの。この最大の疑問はピラティスって何。俺の最大の問題はね、果たしてそれがピラティスって読むのか。ギャンギャン、いいですか。テレレ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 レ、ついに全員が揃った麦わらの一味。リレー後の強さは想像を超えていた。さあ新世界に向かう準備は整った。次回ワンピース、あれれれれれ、海賊王に俺はなる。おー、何が、え、海賊王に俺はなるですね。ピラティスじゃなくてパイレーツ。さあみんな、後の人はみんなできましたかね。出してください。海賊王に俺はなる。あ、そうが正解です。そうなん。パイレーツね。そうです、そうです。君じゃなくて、あれ、パイって言ったら分かったと思う。いや、これは完全に、パイレーツをピラティス読んだか読んでないかの、もう違いよ。そうです、そうです。パイレーツと、パイレーツと読まざるものと読むものと、ノリだけで言ったらめちゃくちゃ合っとる。なんで変えたって感じ。俺はなるまで言っとるのにも。そうなんよ。何しわからんね、ピラティス王って何。死んで。そういうことね。これ流行りますね、キングオブピラティス。じゃああれじゃね、まあ一個めっちゃ腹立ったのは、俺らがずっとピラティスって言おった時、こいつら全員笑っとったよ。いや、なんかね、おかしいね、雰囲気だったもんね。なんかニヤニヤされたよね。こういうところにね、チームワークっていうのとってもなんか、こうやって真似してくれて、なんか、あ、ヨガのピラティス。俺らずっとピラティスとか言って、ピラティスって何だってずっとバカにしてる、こいつ。そう、でも、一応ね、もうピラティスって、ピラティスって言ったらバレるけしって思ってた、二人。ピラティスって言わないでって思ってた。メジャーの人だったらマジ恥ずかしいわ、お前。もう涙が止まりません。はい。で、安心してください。もう一問ワンピース問題あります。お、もう、もう。あ、もう、じゃあ、名言。じゃあ、いきますね。どうぞ。あ、分かっちまったぜ。これはあいつの名言だ。名言が分かった。それさ、主要メンバーの名言。だいぶ主要メンバーですよ。そういうことか。誰が言ったか分かったけど。場所はウォーターセブンです。これ後半分かったら、ワンピース好きだったら分かりますよ。おう、いや、もう
めっちゃにわかるんだよな。ちょっとマジ1ミリもわかんねえな。誰だ。でも後半のでも言いそうなのは1人しかいない気がしますけど。うん、これちょっとなんかやばいな。間違えたらちょっともう俺一生ワンピース読めねえ気がする。いちごでも間違えたらもう僕はもうワンピース読めない。あ、そういうことか。あ、ちょっと2つ作ろうか。あ、もうさっきのおめえ返上した。いやね、あのね、あの動詞がわからんの。フォーギブス。フォーギブスって感じですか。全然わからない。私もわかんない。なんか直訳した上でちょっとかっこよく言ってみたらいけるかもしれない。まあね、ちょっとレベルが高いですが、行ってみましょうか。はい。じゃあ、リロ。2個言っていいですか。どうぞ。近い方でいきますから。1個目はね、女の嘘はよ、信じてあげねえと男じゃねえんだ。これが1個目。もう1個はね、俺は一人の男としてお前のことを女として見てるぜ。本当は違う、女じゃないんだけど、女のふりしてる人に対して俺はお前を女として見てんだって言ってる。おー、どっちか。すげえ、ストーリーが、物語が生まれてますね。え、めっちゃ近い。どっちが近い。1かな。こっち。じゃあ次、サトシ。言ったのはきっとサンジだろうと思ったんですよ。うん。で、サンジが言いそうなっていうことでもうそっち系で言ったんだけど、うん、女の嘘は男が守る。なるほど。どういう意味？どういう意味？どういう意味？深追いしないでください。やりました。じゃあうが。わかんないから、え、男は女の嘘を許す。うんうんうん、あー、なるほど。なるほど、そうか。やさお。やさおだな。フォーギブ許すだ、確か。それかー。あ、いじゃあ、それだ。それや、それや。それだ。男は女の嘘を許すもんさ。そうや。かっこいい、めっちゃ言われた。言われた。あー、やきもうそれだもん。でも、ね、もう感じが言いそうな。女の嘘を見破れないやつはダメだ。おー、なるほど、いいそう。竹谷さんどうでした？竹谷さんはちょっと最初勘違いしてまして、なんかウォーターセブンって言われても一番最初に出てくるのってあれじゃないですか、やっぱ。あ、ウォーターセブンじゃねえの、イニスレブン。僕は最初こうイギダイドイエーイっていうやつですよ。いいじゃない、私を海に連れてって、はい、あれと思って、いやでもこれあれライズは嘘じゃんってなって、サンジ、確かにサンジ、女が嘘つくときは理由があるんだよみたいな。ああ、いや、いきます。何？いいかな、チョッパー。女の嘘を許すのが男だ、ドン。あー、かっこいい。素晴らしい。うわ、めっちゃすごい。素晴らしい。そういう名言があるんや。やっぱ、わっ。いや、あるんや。これ、あの、ロビンがおらんくなった時に言うんやね。チョッパーとサンジが一緒になって、バナドロの実がおらんくなった時に、あれ、ロビンちゃんいなくなったっていう時に言うセリフなんですよ。へぇー。かっこいいが出てくるんですけどね。なんか英語にするとまたかっこいいですね。そうね、かっこいいんすよ。読んで読んで。あ、どうしたの？どうしたぎゃん。一語一句じゃなかったんだよね。あ、女の嘘をボーって書いちゃったっすね。うん、わだそうです。原点原点。いや、英語でそれ言って。サンジの真似しながら行きますよ。そっからね。 OK チョッパー。 OK。 A man forgives a woman lie。かっこよくないですか？かっこいいね。という感じで、ちょっとアニメの、名言、まあ、セリフから出しています。じゃあ、アニメが変わります。なんでしょう。はぁ、あ